こんにちは、食事処さくらです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日は以前作った麻婆豆腐のレシピをさらにブラッシュアップして、より分かりやすく、より作りやすく、そしてより美味しく作ったレシピなんでね。今回の麻婆豆腐のポイントは深みのバランス、旨味や深みを意識することで少ない塩分でも美味しい麻婆豆腐、そして最後まで食べても喉が渇きにくい、そんな家庭で理想の麻婆豆腐を作りましたよ。さらに辛いのが苦手な方も安心して楽しんでいただけるように、辛さを調整する方法もご紹介しますので、安心して楽しんでくださいね。それでは早速、麻婆豆腐2020-2024レシピスタート。まずは今日の主役、豆腐の下処理です。今日は2人前で 350g の絹豆腐を使います。木綿でも大丈夫ですが、絹豆腐のあの滑らかな感じが麻婆豆腐との相性バッチリなので、買い物に行くならぜひ絹豆腐を選んでください。そうしたらまずは豆腐の水気を切っておきますね。豆腐の水が切れたら、耐熱の器とキッチンペーパーを用意します。そうです、最初に豆腐を水切りしておきますよ。ここで豆腐を水切りしておく理由は後で詳しくお伝えしますね。豆腐を乗せてしっかりとペーパーに包んでから、軽くギュッて押してペーパーと豆腐をなじませます。なじんだらそのまま600ワットのレンジで5分、豆腐の水分を抜きつつ、煮ても型崩れしないようギュッと固めます。麻婆豆腐を美味しく作るコツは、別で豆腐を茹でてプリッとさせて水分を抜くことが大事なんです。でも茹でてる間に結構ボロボロになっちゃって失敗すること多いんですよね。なのでいろいろ試してレンジで加熱した方がよりプリッと仕上がって失敗もないので、今回はレンジを選んでるんですよ。5分経ったら見てください、余分な水分が結構抜けてます。パンパンに水分含んでるとタレがどんどん後で水っぽくなっちゃうんでね。5分経った豆腐はそのまま常温に置いておいてください。置いといてる間に余分な水分も抜けてよりプリッと仕上がるんでね。これ大事な一手間なんです。豆腐の水分を抜きながら調味料の準備をしていきますよ。まずは生姜 10g、 これをみじん切りにしていきます。まずは薄切りにして、薄切りにできたらこれを棒状にカットしていきます。棒状にできた生姜はくるっと横にして、これをちょっと整えて端からカットすればみじん切りの完成です。ちっちゃいボウルに移しておいても大丈夫ですが、洗い物を減らしたいときはいつも通りラップ風呂敷を使いましょう。ラップ風呂敷はそのままで OK です。次はニンニクの下処理に移りますよ。次はニンニクの下処理です。今日はたっぷり 3×24g ほど使います。こんなに使うの?と思いますが、これが美味しい秘訣なので安心してください。ニンニクの皮を剥くときは、まず根元のこのギリギリの部分、ここら辺を包丁で切り落とします。ここ硬くて食べれないんでね。で、ここついたらそのまま包丁を離さず、このニンニクの部分をペロペロって引っ張ってください。すると結構綺麗に皮を剥けるじゃないですか。剥きやすくなるんでね。これ、このニンニクの芽があるちょうど真ん中の部分、この芯があるとこですね、ここを縦半分にカットします。そうするとここペロって剥けるんでね、上からつるんって皮剥けますよ。剥きやすくなるんでね。で、このニンニクの芽の部分、これが結構伸びてる時、ここにはアクとかえぐみが詰まってるので取り除いてください。今日みたいにこんな微妙なところ少ない時はそのままでも大丈夫です。あんまり気にならないんでね、これぐらいだと。ニンニクの芽はたまにボスみたいなでっかいやついるんでね、そういう時は必ず取った方がいいです。結構はえぐみとか詰まってるんでね、あれね。まずはこのまま薄切りにしていきます。薄切りにできるとこんな感じになんか平たい感じになるじゃないですか。これをこうやってちょっと伸ばしてあげて、伸ばしたら棒状にカットしていきます。大体で大丈夫なんでね。で、棒状にできたらこれをくるって横にして、ここまで来たらさっきの生姜と一緒ですね。細かくみじん切りにしていきましょう。みじん切りができたらさっきの生姜と一緒にラップ風呂敷に包んじゃってください。慣れてきたらある程度まとめてやった方が作業の段取りがいいので、全部薄切りにしちゃって、で、棒状にしてみじん切りにしてくださいね。ニンニクと生姜をたっぷり使うことで、少ない塩分でもより麻婆豆腐に深みが出て、コク深い美味しい麻婆豆腐になるんでね。今日大変なの多分ここだけなんでね、ここだけちょっと一緒に頑張りましょう。すりおろしにすると全部がニンニクの味になっちゃうんですよ、生姜とか。
なんでみじん切りにすると所々にアクセントのようなパンチのようなものが来るんで美味しいんですよね。そっちの方がチューブの生姜とニンニクだとニンニクとか生姜の香りはするんですけど、あの旨味があんまり出てこないんですよ。なのでちょっとめんどくさいんですけど、生の生姜とニンニクを使ってもらうと格段に美味しくなります。カットができたらラップをくるくるって持ってあげれば、ラップ風呂式なんでね、ニンニク生姜は別のタイミングで炒めるのでこれだけ分けておいてください。次の食材に移るときはまな板包丁は一回布巾で拭いた方がいいですよ。次は長ネギの下処理です。今日は青いところを25から 30g ほど使います。これはもちろん白いところでも大丈夫ですので、この後白い部分の切り方はやっていきますね。まずは青い部分を切り落とします。そうしたらこの付け根のところに土が残っていることもあるので、ざっと一度洗ってください。洗えたらそのままだと太くてビロビローってなるので、縦半分にしてから斜めに細切りにしていきましょう。青い部分が細いネギなら半分にする必要ないですが、結構太い時は主張強くなっちゃうんでね、今日青い部分を使ってるのは見た目も美味しそうだなって感じでもあります。麻婆豆腐に緑のアクセントあるとちょっと美味しそうじゃないですか。ここで潰すように切っちゃうと結構まな板とか包丁ヌメヌメしちゃうんで、しっかり断ち切るようにですね切ってください。ある程度大きくても大丈夫なんでね、結構シュンって縮むんでね。カットができたらこれもラップ風呂式に包んでスタンバイしておきましょう。白い部分を使う場合はこちらです。分量は同じぐらいで OK ですね。縦半分にカットしてからこれを反対にして、さらに薄切りにしていきます。薄切りにできたらくるっと横にして、これもみじん切りにしていきましょう。白い部分の時は斜めにカットするよりも粗みじんの方が食感良くて美味しいんでね、ちょっと切り方変えてるんですよ。そうしたらまな板包丁も片付けちゃいましょう。匂い移りもあるので使ったらなるべくすぐに片すのがベストです。次はボウルを用意してスープの準備です。まずは水 200ml、 酒大さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1、醤油小さじ1、これをさっと混ぜておけばスープの準備は OK です。これが麻婆豆腐のあんかけのベースになるんでね、これは一旦置いておきます。そうしたら別の容器に麻婆豆腐で一番大事な調味料を準備しておきます。まずは豆板醤を大さじ1、18g ほど、これは辛味噌ですね。それから甜麺醤も大さじ1、これも 18g ほど、こっちは甘味噌になりますよ。これを準備しておきます。これはスープと別のタイミングで使うんでね、別々に準備してます。ちなみに調味料の準備はこんな感じでやってます。計量器に器を置いてチューブの調味料で直接測りながら入れています。チューブタイプは瓶より若干割高ですが、空気に触れにくく衛生的だし、スプーンを使わないので洗い物も減るのでおすすめですね。ちなみに辛さを抑えて作る場合のレシピがこちら。辛さは豆板醤で調整しているので、豆板醤を大さじ1/2にして、その分味噌を小さじ1加えるとかなりマイルドになります。豆板醤が半分になればほぼ辛さはないんでね。それでは準備ができましたので早速調理していきます。フライパンを弱火にかけて温めます。ここに少し多めの油を引いておきましょう。処理のところは一緒に作りたいって言っていただくこと多いので、ゆっくりいきますので、不要だなと思ったところは下のシークバーのところで次に進んじゃってくださいね。油を引いたらここに豚ひき肉 150g を加えて、加えたらすぐほぐすようにさっと炒めていきましょう。ミートソースみたいな時はひき肉がゴロゴロしてる方が美味しいんですけど、個人的に麻婆豆腐はひき肉が全体に行き渡ってる方が美味しいので、ここでしっかりと先にほぐしながら炒めちゃいます。色が変わるぐらいまでですね。個人的にはいろいろ試したんですけど、豚ひき肉で作るのが一番美味しかったですね。鶏ひき肉だとよりあっさりして、合いびき肉や牛ひき肉だとまたちょっと違う味付けになるんですよね。こっくりこっくりというか、個人的には豚ひき肉で作るのが一番甘みがあってバランスが良くて美味しいんですよね。火が通って白くなってくればもう固まらないんで、そしたらあとは焼き付けるように、焼き目をつけるように炒めていきます。炒めるというか焼き付ける感じですね。でこの焼き付けるのがメイラード反応っていう旨味になるので、
より旨味が出てコクが出るというか美味しくなるんですよね。なので焼き目ってすごい大事なんですよ。こんぐらいですね、しっかりポロポロになったら OK です。そしたら中心にちょっと集めて、火加減はこのまましっかり焼き目がつくようにちょっと焼き付けていきましょう。ここで生姜とニンニクを一緒に炒めてると生姜ニンニク焦げちゃうんですね。で、生姜とニンニク焦げやすくて焦げたら苦味になっちゃうんですよ。なのでお肉は最初に焼いて、後で風味を引き立てるように生姜とニンニク炒めていきますからね。時々様子を見て、炒めすぎて真っ黒になると硬くなっちゃうので様子を見ながらですね。少し全体が茶色くなってくれば OK です。だんだん端っこからこういう風にちょっと茶色くなってくるんでね、したらいい感じですよ。これが旨味になりますからね。あ、いい感じじゃないですか。結構いい感じに茶色くなってきましたよ。これが旨味の元になるんでね。そしたら火加減は弱火ぐらいにして、ここにニンニクと生姜、もったいないんでね、しっかり落として、これとジャンを炒めていきます。最初にニンニク、生姜、ジャンを炒めることで香りがブワッと引き立って旨味の詰まった油を作ることができます。これが今回の麻婆豆腐で一番美味しいポイントになるんでね。これ煮込んだだけだと全然深みが出ないので、先に炒めておく必要があるんです。この時に火が強いと一瞬で焦げちゃうので、弱火でじっくりで大丈夫です。これで見てみるとちょっと油が少ないんですよね。で、これ油が少ないと焦げやすいし、この油が旨味になるので少し油を足してください。ここで使ってる油は、私は米油を使っています。油自体に旨味があるんでね。この油の量っていうのは買ってくるお肉で変わるんですよね。脂身の多いひき肉を買うと結構油が出てくるので追加する必要はないんですけど、油がいいお肉屋さんとかだと赤身結構使ってくれてるんで油がそんな出ないんですよね。で、その時は油をちょっと多めに使ってください。ふわっと豆板醤の香り、それからニンニク生姜の香りがしてくればもうバッチリです。そうしたらここで焦らないように一度火を止めて、ここにスープを加えます。スープを加えた後で、みんな忘れてた豆腐を、このままだとお皿に残った水分も一緒にスープに入っちゃいそうなので、軽く水気を流してから、少し大きめの一口サイズにスプーンで崩しながらフライパンに加えてください。もし見た目きれいに作りたいっていう時は包丁で切ってももちろん大丈夫ですからね。今日は味が絡みやすいようにスプーンでちぎってます。デコボコができるんでね、表面にね。全部入ったら弱めの中火で沸騰するまで温めていきましょう。乗せただけだと豆腐がなかなか沈んでいかないので、軽くこうやって揺すって中に入れるような感じでやると、ひき肉がちょっと横にどいて豆腐が下に落ちてくんでね、味も馴染みやすくなります。麻婆豆腐はさっき炒めた時のジャンとニンニクが風味が詰まったあの油が一番美味しいポイントなんです。なので今回は油をたっぷり使うのが美味しいポイントです。中心まで沸騰したら、ここに蓋をして、火加減はそのままで5分、豆腐とスープを馴染ませていきましょう。煮込んでる間に最後に使う水溶き片栗粉の準備です。片栗粉大さじ1、9g ほどに対して水大さじ2、これを加えて水溶き片栗粉を作っておきます。水分が多い時にとろみをつける時は水と片栗粉1対1の割合がいいんですけど、水分が少ないところにとろみをつける時は片栗粉1に対して水2の割合でやるとダマになりにくいのでおすすめです。今回は1対2の割合でやってますからね。これで片栗粉の準備は OK です。出番までスタンバイしておきましょう。それでは5分経ったら、ここで火は止めちゃって大丈夫です。火を止めてから蓋を開けて、もうこれだけでもめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。そうしたら最後に刻んだ長ネギ、これを入れてから水溶き片栗粉をもう一度しっかり溶かして、
少しずつ加えていきます。一気に混ぜるとダマになっちゃうんでね。片栗粉を入れるときは必ず火を止めてから入れてください。片栗粉は火が入ると固まるので、その分固まるのを遅くするために火を止めてるんですよ。そうしたら片栗粉は3回ぐらいに分けてスープに混ぜながら加えてください。ここちょっとだけコツがいるのでノーカットでいきますからね。入れたら固まらないうちにすぐに混ぜて、混ぜたらまた少し入れるを繰り返します。片栗粉のダマができちゃうって、片栗粉に一瞬で火が入っちゃって固まっちゃうからなんです。なので固まりにくいよう温度を下げて固まらないうちに混ぜるのが大事なんです。しっかり混ざってないとそこダマになっちゃうので、しっかり混ぜてくださいね。こうやって混ぜると豆腐崩れちゃうんで、こういうような感じでゆっくりと動かすように混ぜてくださいね。片栗粉は沈殿しやすいので何回も混ぜながらですね。溶いたら入れて、これを繰り返します。火を止めたところに1対2の片栗粉を入れればダマになりにくいんでね。あとは片栗粉を入れたらすぐにしっかり混ぜてください。でこれがしっかり混ざりきれないうちに火かけるとそこ固まっちゃうので、しっかり混ぜてから火かけますよ。しっかり混ざったら、ここに風味付けのごま油、辛さを引き立てたいときはごま油の代わりにラー油を使ってください。それもめちゃくちゃ美味しいんでね。それからもしあればこんな感じのフォアジャオ、これがあるとより本格的な味になるので、これパックで150円ぐらいなんでね、もし麻婆豆腐作るんであれば1個持っておくと便利です。すっごい美味しくなるんでね。私はこのキリッとくるの結構好きなんで、たっぷりかけるんですね。全部入ったらとろみを安定させるように弱めの中火で混ぜながら、しっかりと中心まで沸騰させてください。片栗粉は火が入ると固まるので、最後はしっかりと中心まで加熱してください。中心まで沸騰したら、これで桜流麻婆豆腐2024の完成です。熱々の一番美味しい時にぜひ味見をしてみてください。うまー。熱々のまま食べたいのでフライパンでどうぞ召し上がれ。いやうまそう。フライパンから取るときはシリコンのスプーン使ってくださいね。金属だと傷ついちゃうんでね。家庭で本格的、だけど体にも配慮した最高の一品になりましたよ。うまっ。最初にピリ辛が来るんですけど、その後に長い旨味が来るんで、これがもう最高に美味しいです。熱々で濃厚な旨味がもう言葉にならないほど美味しいので、とってもやみつきになります。今日のご飯は麻婆豆腐だよって言われたら、もう個人的には仕事急いで終わらせて買いたくなっちゃいます。そのぐらいこの麻婆豆腐好きなんでね、ぜひ試してみてください。うまっ。それでは今日もいただきました。グーです。それではまたお会いしましょう。食事どころさくらでした。この麻婆豆腐作れたらきっとお店で食べれなくなっちゃいます。それぐらい自信あるんでね、ぜひ試してみてください。バイバーイ。